チャールズ・フランシス・ブラッシュは、アメリカ合衆国の技術者、発明家。1888年に、風力発電の実験をしたことで知られる。チャールズ・ F ・ブラッシュの風力発電機1849年3月17日に、オハイオ州ユークリッドで生まれた。ミシガン大学を卒業後、ウェスタンリザーブ大学で博士号を取得した。1876年の夏、馬に引かせた踏み車を、 動力源としたダイナモを組み立てた。1877年4月24日に、アメリカ合衆国特許第189,997号、インプルーブメントインマグニート、エレクトリックマシーンズを出願している。ブラッシュは、ゼノブグラムの設計を基本としたが、周囲や和の導線の一部が有効な磁界の外にあって、そのために熱を発していた。この設計を改良していき、 環状電気紙を元々の円柱状ではなく円盤状にした。固定紙は電気紙の外周ではなく円盤を両面から挟むように配置した。一方の面に S 極の電磁石を2つと N 極の電磁石を2つ配置し電気紙の円盤を挟んで反対側に反対の極の電磁石を配置している。ブラッシュエレクトリックカンパニーが1881年に 発売したダイナモの機種では、長さ89インチ、幅28インチ、高さ36インチで、重量は4800ポンドであり、1分間に約700回転の速度で動作した。当時世界最大のダイナモと言われていた。これを使って40個のアーク明かりを灯すのに、36馬力を必要とした。百八十八年から千九百八年まで二十年間に、 渡って直径17メートル144枚のブレードからなる巨大な多翼風車で12キロワットの風力発電を実施した。ありがとうございます。